ってことだ、些細な過ちだ。自分のことにタラタタラタってゆく。どうして突然逃げ切ったっていいでしょう。だけどなんだか気まぐれ者になり、そんな気分になっちゃって。始まりはそんな風で、つまりらしくないよって。でも今じゃ扉開けてほら、声が聞こえるよさあ、行こう。僕は君の翼になれる勇気があるよ。どんな試練も怖くない、その魔法があるから。初めて出会う世界に花束を贈ろう。ただこの瞬間結ばれるよ。チークだからコミュニケーションでも別に構わない。明日からチュルチュル